皆さんこんばんは。今回はトータルアーキュレートバトルシミュレーターをプレイしたいと思います。ではメインメニューからサンドボックスを選びます。マップ選択画面です。バイキングを選びます。今回はロングシップとスネークアーチャーの戦闘力の違いについて確かめてみたいと思います。ではまずバイキングファクションを開いてロングシップを選んで青チーム側の地上付近に1ユニット配置します。そしてアンシェントファクションを開いてスネークアーチャーを選んで赤チーム側の地上付近に1ユニットを配置します。予想としましてはスネークアーチャーは遠距離戦タイプでロングシップは微妙ですが一応接近戦タイプですよね。なのでそういう意味ではスネークアーチャーの方が有利なんですが、コスト的にロングシップの方がスネークアーチャーの3倍以上ありますからね。これはさすがにロングシップの方が有利そうな気がしますので青チーム側の勝利と予想します。では確かめてみましょう。青チームロングシップ VS ロングシップ1ユニット VS 赤チームスネークアーチャー1ユニットバトルスタート。さあすでにスネークアーチャーは射程距離に入ってますのでスネークを発射しました。そしてかなり自爆気味の船投げ攻撃でしたね。青チーム残り3ユニットです。スネークアーチャーリロードが間に合わない。これは接近戦が始まるとさすがに弱いですね。オールマンの一撃でキルされてしまいました。青チーム側の残りは3ユニット。顔が向こうを向いてますね。こっちから撮影しないといけないですね。こんな感じでしょうか。こんな感じですかね。これをベストアングルとしてタブキーで戻ります。ではここから先はスネークアーチャーを何ユニットまで増やせばロングシップに勝つことができるかということを確かめてみたいと思います。2ユニットに増やして横一列密集体系です。まだコスト的には青チーム側の方が上ですがどうでしょうか。そろそろスネークの攻撃によって赤チーム側の勝ち目も出てくるんじゃないでしょうか。では確かめてみましょう。青チームロングシップ1ユニット VS 赤チームスネークアーチャー2ユニットバトルスタート。さあすでに射程距離に入っているスネークアーチャー、スネークを発射しました。船投げ攻撃でスネークが2匹ともキルされてますね。これが痛いですよね。リロードが間に合わないんですよね。この距離だとリロードが間に合いません。やっぱり距離が大事ですね。スネークアーチャーは距離を取ることがまず大事ですというのが分かりました。いいですね。こんな感じでしょうか。こんな感じですかね。これをベストアングルとしてタブキーで戻ります。さあどんどん増やしていきましょう。いよいよ3ユニット目です。これで最もコストが近い感じになりましたよね。3ユニット目を追加しました。横一列密集体系、そろそろ勝ち目が赤チーム側の勝ち目が出てくるんじゃないでしょうか。確かめてみましょう。青チームロングシップ1ユニット VS 赤チームスネークアーチャー3ユニットバトルスタート。さあ船投げ攻撃で一気にスネークがキルされてしまうっていうのが何より痛いですよね。スネークがまだ生きています。船に噛みついている。いやー船投げ攻撃で一気にキルされましたね。運び手が生きていたのが痛かったですよね。運び手を最初のスネーク攻撃でなぜかキルできなかったんですよ。スネークが船に噛みついてしまって運び手をスルーしてしまったんですよね。それが痛かったです。スネークのターゲティングに難がありましたよね。今のバトルはもうちょっといい感じにターゲティングしてくれないと困ります。
かなかスネークアーチャーにとってはこのロングシップは苦手な相手っぽいですね。これをベストアングルとしてタブキーで戻ります。では増やしていきましょう。4ユニット目、これでいよいよ赤チーム側のコストが青チームを上回ってしまいました。そろそろ勝てるんじゃないでしょうか。確かめてみましょう。青チームロングシップ1ユニット VS 赤チームスネークアーチャー4ユニットバトルスタート。さあ、すでに射程に入っているスネークアーチャー、これでしかしスネークが全部キルされましたよね。残りオールマンが接近してくる前にリロードが終われれば勝ち目が出てくる。これは赤チーム有利になった。残り青チーム1ユニット、スネークが噛みついている。スネークに襲われる、襲われている。オールマンやりましたね。距離さえ保っていればスネークアーチャーが圧倒的に有利になります。じわじわとカメラを前進させていっております。ギリギリを狙っていきます。カメラワークのギリギリを狙っていきます。こんな感じですかね。難しいです。カメラワークが、地面すれすれのカメラワークが非常に難しいです。こんな感じでしょう。これをベストアングルとしましょう。これで結論が出ました。ロングシップとスネークアーチャーの戦闘力の違いは3対1から4対1の間ぐらいであるというのが結論です。というところで今回の動画は終わりにしたいと思います。続きはまた次回の動画でプレイしたいと思います。それではお疲れ様です。